はい、こんにちは、カズマ博物館です。さあ今日は秋葉原、ギーゴ秋葉原3号館ということで、アーセナルベースの大会に来たんですが、今時刻は4時50分ぐらいで、抽選番号147ということで、なんとね、3時半からって書いてあるかな、15時半から17時半の2時間で受付をしてて、まあ抽選制とで、17時半より店頭にて抽選を実施します。当選した番号を1名ずつ順番にマイクでお呼びいたします。番号を呼ばれた方は速やかにスタッフに申告し、参加抽選券を提示してくださいと。警察がどっかでうーって言ってる。あ、白バイ、あー捕まえた、一時停止無視だ、いかつそこ一時停止だよね多分。秋葉のこの AKB カルチャーのところは一時停止だ。あー無視しちゃった、あーダメだ。参加者16名ということで、もう現在でも倍率は10倍と。まああと2、あと1時間ぐらいあるんですけども、まあどれぐらい増えるかと。抽選番号を呼び出した時点で当選した番号の方がいない場合はキャンセル扱い。とりあえず17時半には必ずいないとダメってことだ。でヒロトの抽選もあるんですよね、防衛の。あれが50枚ということで、参加した人と参加してない人、参加した人16引く、だから34枚かな。まあ、前回僕はね静岡の大会で参加できてるのでいいんですけど、ただプロモーションカードのペイルライダーとかね、めちゃめちゃ激強のカードが手に入ってないので、まあちょっと手に入れたいなってのありますけども、まあいかんせんあのカード強すぎるやろということで、なんかもうぶっ壊れゲーですよねただ本日ツイッターの方でアーセナルベースの公式がつぶやいてましたが、鉄壁をね下方修正するということで、サイコガンダムも修正されると。なんかカードごとに修正って書いてあったかな。すごい、こんな、これ何これ、オタガチャだって、オタチューとガチャガチャ。なんかちょっと来ない間に秋葉原もすんなり変わってしまったな。だからまあプロモのペールライダーも多分だいぶね弱くなるかもしれないけども、でも近距離でね、近距離だよね確か、あの数値はすごい強いので。なんかすごい車これ、何これ、秋葉 TV だって。何これ、車っていうか何だろう、すごい不思議ということで、17時半から抽選実施だから、もうだよね、何人になるんだろう。前回静岡大会が50何人だか60人近いぐらいだったんで参加できましたけど、参加できるといいな。はい、じゃあ17時半までぶっ飛ばします。番号277人だ多分参加者。さあ、はい、ドキドキ。55番、183番、ドキドキしてきた。261番、うわ261番、287番、全然ダメだ。皆様前へお集まりください。あと11人、なんか引ける気がするけどな。
失礼します。来るぞ。147番のお客様。頼むぞ。ダメだ。え、秒でキャンセルになったんだけど今。はい、いないですね。はい、キャンセルになります。はいよ。来るぞ。はい、253番121番。ダメ。253番121番158番27番91番の方です。無理だね。もう今3人キャンセルになった。4枠空いてるぞ。まださあ、あと4人。50番。ああ、ダメだ。ああ、残念でした。全然来ないな。249番、108番、107番、105番の方、41番の方、251番の方、252番の方、244番の方、惜しい。見事に外れましたが、まあなんか後半の方がやっぱ番号多いのかな。なんかそのもうギリギリ受付ギリギリ、やっぱこうくじ箱みたいなのに数字入れて引いてるから、まあそれは奥の方から引けば最初の人の方がね有利かもしれないけど、まあ人間の本能的に普通に上からパンパンって引いていけばやっぱ200番台とかの方が、まあでも当たんねえな。本当に当たんない、本当に当たんないっす。まあでもまだ今月いっぱいね、いっぱいあるので、全国でいろんなところで参加したいと思います。